林ヒロシの敵。はっはっ。おう、なかなかうまいけど、ちょっと来てごらん。え、マジ？いいか、この幅をさ、先生のとこなぞってやったんだけどもな。本屋さん、伊藤さんがさ、ちょっとこう違うけど、うん、だからまあ、6点だな。なかなかうまいよ。もう一回綺麗に書いてください。え、捨てたらもう一回くれるの？あげない。それはそういう条件は全然言ってないの。はい。やり直し。なんでやり直しとか。8点から以上が合格だもん。あ、8点から。あなた、これは書いてない。プレゼントの表題も書いてないし、肝心の誰かってことも書いてないし、数字も書いてない。はい、やり直し。ちょっとそったやまくん雑だぞ、それは。字もちゃんと書いてきてくださいよ。そう、それに書いた方が分かりやすいでしょ。ただ何もない白い線。どれどれ見せて、ちょっと待って、見せてくれなきゃ。ヒロシ人気ね、2個しかプレゼントもらってない。ヨーグルトだよ、おっとヒロさん人気あるね。はい、ヒロさんもね。この線がね、なんかね、これね、ミミズが張ってるみたいで、ミヤミヤしてる。これ線使ってないでしょ。使ってない。え、どれ？これ、こんな曲がってるじゃん。あ、それは使ってない。5点。あ、使うの？この表が書いてないでしょ。よし、直し。その表書いておかなきゃ。で、これね、線引きを使いなさい、ちゃんと。これなんだね、これは。つくしじゃないの、これは。線引きを使って、綺麗に返して、そしてお父さんって書こうとしたら、こういう風に何線入れる。4点、それから名前が書いてない。札って書いちゃった。はい、よし。名前を書いてくれ。それから、あなたこれがなんか倒れたビルみたい。これが細すぎる。それからこの斜めの線を書かなきゃいけない、これは。それからどこが4か5かわからない、これじゃ。4点、やり直し。もっと綺麗に書いてこい。僕のパンツみたいに。自分のパンツみたいなやつ書くんじゃない。なかなかうまいよね。プレゼ？プレゼ？なかなかうまいよ。7点あげる。すごい。今まで最高点。うん、100点。もう1枚やって。プレゼントじゃなくてプレゼントか。はい。名前が書いてない。書いてない。ね、これってさ、もう一回やな。挑戦できる？ん？ちょっと挑戦って。何？できないですけど。お尻取る、お尻取る。お尻取る？よし、やり直し。まだ合格者いません。うん、なかなかうまい。6点あげる。ただ同じようにこう線描いた方がいいな。で、あの、部分的に違うとやりにくいからな。よし、なかなかうまい。6点あげる。はい、どうぞ。ゴミゴミ、それはいい、手に入れないでおくから。
どれどれ、おう、うまくなった。この人うまいよ。走ってあげる。これ合格すご、初めてです。じゃあそろそろ次の勉強からね、はい、合格者出た瞬間に、おう、うまい。さっきよりははるかにいいけど、とか6点あげる。うまい。ただ天気全部使ってよ、はい、出すな。今一人合格者出ましたので先生はとってもハッピーです。ハッピーなんか、まだいいよ、もうちょっと待っててやるよ。やばい、いいか、そのガムはね、味を楽しむんじゃなくて、頭、口を動かして、血液の流れを良くして、頭にたくさん血をたくさん送って、そして頭を良く血を食べたから。俺ならグレープ乗せろ。でもガムみたいに甘いもんは、お菓子ガムはダメだよ。あれ、頭がね、あのね、なんかね、ぼやすしてくれ。コーラ味がするの食べる。そんなことある？僕だってぼやっとしてきた。ぼやっとしてくる？違う、こういうガムはすっきりするようなガムは。ほら、はるかに上手になった。これこの人も合格だ。8点。じゃあまあこれ次の勉強からもうちょっとやって。待って、